こんにちは、私は今歩いています。ですがこれは、アニメーションしながら、座標を動かしているだけなので、歩いているとは言えませんね。そこで、人型のオブジェクトを、筋肉と関節の動かし方で、物理的に歩かせようと、昔頑張っていました。昔やっていた結果はこんな感じで、走るモデルはできましたが、ゆっくり歩くものはできていませんでした。あれからしばらく時間が経ち、その間にも、いろいろな強化学習をやってきました。やっていくうちに新たな知見を得たり、技術力も少し向上したので、今回、歩行学習に再挑戦してみました。では行こう。基本的な学習方法は、定番のやり方と同じです。目的地を設定して、そこに近づけば OK。みんなで学習して知見も共有です。昔は、行動の決定頻度、つまり、関節を動かす回数が1秒間に40回でしたが、これを減らし、20回にしました。筋力も強すぎず弱すぎずに調整。リセット時に、きちんと直立するようにプログラムを修正。以上、基本ステータス的な部分を整えました。そして、立ち続ける学習をした時に、体をプルプルさせまくっていました。1秒間に20回もの行動をするとき、1回1回全然違う行動をすると、プルプルしてしまいます。そこで、行動時に、前の行動と出力が違うほど、マイナス報酬を加えました。これがなかなか良くて、プルプルしないだけでなく、無駄な動きも減ります。そして、ゆっくり歩かせるために、腰の速度が時速4キロに近いほど、報酬を与えました。他にも細かい、いろいろな調整を施しましたが、見ての通り、ぴょんぴょんしてしまいます。このまま学習を進めても、安定して移動はできましたが、歩行っぽい動きにはなりませんでした。この動きと、歩行の動きの違いから、どちらかの足が地面についていればプラス報酬、そして、左右の太ももの動きが逆向きだったらプラス報酬を追加しました。これで学習を進めていきます。すると、徐々に今までとは違う可能性を感じてきました。見てください、足を交互に動かしています。ジャンプもしていません。この時点で私は興奮して、ツイートもしました。辛口コメント。そして、最終的には、今回はこんな感じになりました。ちょっと左足を引きずる感じですが、まあまあ、今までとは比べ物にならないくらいの進歩です。目的地に一直線ではなく、少し遠回りもしていますね。この方が報酬が稼げる設計になってしまっていたのでしょう。目的地を動かせば、少しは方向転換もできるようです。素晴らしい。